OHK ナンション、ぜひ見てね。皆さんこんにちは。あっち向いてこっち向いて笑ってサーノです。はい、今日は今日はね、七夕の日です。なので今日はちょっと一人で七夕のお話を、まあお話って言っても七夕の話をしたいと思いまーす。はい、まあでもね、あの今はちょっと最近自分の部屋で撮影をしていますね。ちょっとあの勉強机ちょっと暗いので、ちょっとねここら辺も暗いと思うんだけど、まあそれを気にしないで、まあ七夕といえば、七夕はまあ織姫と彦星様がまあお仕事をしてたけど、お仕事せずに遊んでたから神様が怒って、あの織姫と彦星様を遊ばさないように話したけど、織姫が泣いてて、あ、かわいそうだなって神様が思ったから、年に一度だけ会える、その日が7月7日の七夕の日です。でもなんか会えるとしたら天の川っていうのがあって、そこにその天の川ができたら会えるけど、雨の日だったら天の川ができないから、だから雨の日は会えないです。会えないんだけど、でね、今日ねちょっと雨なんだよ。雨、去年もそうだったけど今年も雨だったし、しかもあの梅雨が明ける今時期だから、ちょっと今ね、あの岡山県もちょっと大雨警報とか出とって、でまあうちのところはどうかわからないけど、で今日雨降ってたから多分天の川はできないかもしれない。だから織姫と彦星様も会えないってことかな。かわいそう。まあでも多分そうかな。でやっぱり、ね、七夕といったら願い事があるんだけど、いやーでも私願い事3つあって、そう、あの1個目の願い事は、私あの学校であのなんか音楽発表会があって、まあ、あの本当は音楽発表会4年生だけがやるけど、その去年私が4年生だった時にできなかったから、音楽発表会がそのコロナの関係で、だから特別に5年生も出ていいよってことで音楽発表会ね、あの出ます。まあ5年生と4年生全員でやることになって、でそれで演奏するやつで、あ、まあでもあのなんて言うんだろう、その今コロナの関係で、まああのそこの会場はもう体育館よりも広いって言ってるけど、なんか密を避けたいため、なんか合唱と合奏で分かれてやりますみたいなことやって、それでその私は合奏楽器する方になって、でそれであのなんて言うんだろう、まあでもリコーダーと鍵盤をのテストがあって、それを合格しない とあの別の楽器はできないという感じで頑張ろうと思って、鍵盤とリコーダーついに合格して、でそれでじゃあちょっと特別の楽器をやろうと思って、で私は木琴、ポン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 ってなる木琴を選んで、で鉄琴3人木琴3人だけど、木琴が 4人じゃなくて7人だったから、だからあのオーディションを受けなきゃいけない、だから7人中4人が落ちて3人はいけるみたいな感じで、でそれでもしオーディションで受からなかった、受からなかったというか合格できなかったら
別の楽器が選べるじゃなくて、もう鍵盤とリコーダーのどっちかになるっていう感じで、結構厳しいんだけど、で私あのまああともうちょっとぐ、あともうちょっとっていうかもうすぐで、あのまあオーディションがあるからちょっと合格したいなってことで、あのあ今さっきの女じゃないよ、このあのなんて言うんだろう、手のあの空気でプシュって今さっき聞こえた感じでブーって言ったよね。まあそれ気にしないで、でそれであの何だっけ、ちょっと私ね今これ今一人だから、お父さんとお母さん出かけてるから一人だからちょっと緊張するんだけど、何の話したか楽器のことで、だから、木琴のオーディションで合格しますようにと願って、今日ね、あの学校でも短冊に願い事を書くやつで、まあそれを書いて、あと2つ目は体力をつけたいっていう願い事をしました。それは何かというと、もうすぐで久しぶりのイベントがあるんです。まあ詳しくはまだ言えないけど、あのまあちっちゃい子供がたくさん来て、でそれで一緒にあの歌って踊って、あのまあ歌って、まあ一緒に踊って一緒に屋台とかするイベントなんだけど、それでステージの時間が結構長いから、ちょっとしかもあのもう結構時間長いし、曲もいっぱい歌わないといけないから、もうはぁ、あ、はぁ、あ、ってなって、もう最近はもう2曲目ぐらいからはぁ、あ、はぁ、あ、ってなって、もうこのまま連れていけれるんかなって感じだったけど、あのまあちょっと体力をつけようと今頑張っております。はい、だからちょっとあのそのイベントのためにもうちょっとあの体力つけるように頑張りたいなってことなので、体力をつけたいと願いました。あともう一つはちょっとまだ考えてないんだけど、私の願い事だとしたらコスプレをしたいです。まあ体力をつけたいと、まあ、似てて、まあちょっと、まあ、私あのコロナ太り&正月太りをしてたから、ちょっとお腹を細くさせて、私の大好きなコスプレをしたいです。私結構アニメ好きだから、ちょっとその好きなアニメをのコスプレをしたいなと私は思っているので、コスプレをしたい。そのためには頑張らないといけない、細くならないといけないです。はい、そういうことでございます。まあ七夕は皆さんどんなお願い事をしましたか？私はまあ今さっき言った通りこの3つのお願い事をしました。まあ願い事が叶えれば、まあ、いいけどね。まあ叶う、もう私いつもさ願い事を言って、まあ、願い言ってじゃなくて書いたけど、その願い事が一回も叶ってないのよ。私叶ってないから今年はどうだろうと思ってますけど、まあ皆さんももしかしたら自分が書いた願い事が叶うかもしれない。まあそれは、まあ、まあ叶うか叶わないか、まあそれはあなたたち次第です。はい、ってことでちょっとね、ちょっと短いですけど、今日の動画はこれで終わりたいと思います。皆さん今日も一日お疲れ様でした。本日お送りしましたのは岡山きしたりんと YouTuber のさなでした。それでは皆さん See you! バイバイ。久しぶりのもうエンディング、バイバイ、ヤッホー、バイバイ。起きなさい、起きなさい。おばあちゃんからもらったお物事セットです。バイバイ、起きなさい。ドワーク。
OHK ナンション、ぜひ見てね。サナチャンネル。ミホエルさんのお店に入りたいと思います。それでは入りましょう。レッツゴー。